こんにちは。このビデオでは、古代エジプトの古代の機関の概要を目撃するでしょう。それはあなたがより詳細にそれを作るファラオの最初と2番目の王朝を開発し、次のビデオを理解することができるようになります導入である。エジプトのアルカイック期は、ティナイト期、初期王朝期とも呼ばれ、紀元前3150年から紀元前2890年にかけて、古代エジプトの王朝史の始まりとなる歴史的時代である。当時、エジプト帝国の首都はティニス、TISQ にあり、強い王権によって政治が行われていたが、それは二系統の王によってのみ発展し、この一連の君主は第一王朝と第二王朝と呼ばれ、これらはエジプトの統一者としての最初のファラオと考えられている。この君主制の特徴とその拡大についてお話ししましょう。この時代の始まりにいる私たちは、すでに複雑で効率的な国家組織のシステムを垣間見ることができ、その中心には、受け入れられているのと同じくらい強力な王政があり、その周囲で政治と精神の両方の生活が完全に調和して回転し、古代エジプトの歴史と発展を通してほぼ一定となった。上エジプトの古代帝国の首都ネルジェン、ギリシャ語ではヒエラコンポリス、がメンフィスに遷都されたと思われる時期に位置しているのである。メンフィスは、ナイル川が腕を広げて地中海に合流するデルタ地帯の近くに位置し、地政学的、地理経済的に重要な特徴を持つ飛び地で、王政が居住するだけでなく、直接支配していた場所である。この判断には、王政が強い軍事的性格を持ち、国王個人またはその最も直接的な代表者が遊牧民を抑え、西部戦線ではリビア人に特に注意を払いながら、南部と東部戦線では鉱山と高石の支配を確保しながら、ある程度まで辺境で統制していたという事実が加えられる必要がある。エジプトは第一幕府に向かって前進し、ヌビア進出の要衝であるエレファンティンとシエネ、現在のアスワニンの都市を吸収し、農業はほとんど発展しなかったが、重要な鉱山と商業の中心地であった。第二代ファラオのアハがヌビアに遠征した形跡がある。遊牧民については、アハはリビアから貢ぎ物をもらっていたことが知られており、後継者のダイヤーも紅海まで遠征している。これらの遠征は、おおむねこの地域の鉱山の所有に結びついた。また、伝の時代には、鉱山を支配するためにシナイ半島に行ったり、リビア人に対しても作戦を行った形跡がある。膨張志向の強い国家は、王政発祥の地である上エジプトと下エジプトの統一を文化政策として推進した。このような両地域の同化戦略を可能にするために、次のような一連の措置が取られたのである。下エジプトの赤い王冠、上エジプトの白い王冠など、南北の代表的なシンボルをファラオが採用したこと。寓意的、象徴的な統一の祝典で、アハの治世に記録されている。王と領地の貴族との婚結結婚による婚姻政策、例えば祭祀のように神や女神の名前が付けられることで、政治と宗教の強い関係を確信させ、同様に貴族間でも、君主権力に関わるエリート間の連帯を確保する方法として婚結結婚が行われた。もう一つの前線は、下エジプトでの神殿建設によって構成され、建築形式だけでなく、儀式化、君主に同調する神官エリートによる管理システム全体が再現された。王母を中心とした南北の建築様式の同化。これらは、アビドス、上エジプト、と3から、下エジプト区の両方に存在した。同じ神、同じ神殿、同じエリート、同じ司祭団、同じ儀式、同じ形式、同じ背景が、両領土の前提の柱となったのである。経済、社会面では、エジプト経済が政治機構と密接に関係していることに留意する必要があります。ファラオは灌漑のための運河整備を進め、強力な統一国家の下で、農畜産業を主産業とする経済において、収穫から得られる利益の回収から生まれる経済資源を利用し、農業収量を増加させていった。考古学的には、紀元前2900年頃にメンフィスが建設され、都市が発展し、農耕が発達し、食料が入手しやすくなり、その結果、人口が増加したことが証明されている。また、メンフィスの近くにあるサッカラという町は、王族の主な埋葬地の一つであった。貿易は順調に伸び、二つの大きな流れがあった。ナイル川を上り、ヌビア、いわゆるレバント、地中海の最東端の沿岸地帯で、現在のイスラエル、ヨルダン、レバノン、シリア、パレスチナ自治区を含むへ。
ヌビアとの交易は陸路が中心で、相次ぐ大水害でヌビア国境のエレファンティーンまで航行できなかったからだ。レバントとの交易が主な木材の供給源だった。また、アルカイック末期の土器からは、オールをつけた船が発見されており、この時期に技術革新が起こり、交易が盛んになったことが推測される。ヌビアや南部、東部戦線については、軍拡により石や金の採掘が確保された。一方、国際貿易は、木材や石材、青銅器用の金属に加え、貴金属や宝石などの贅沢品の需要の高まりに対応するためのものであった。さらに、社会的な理由から、政治的、経済的なヒエラルキーの反映として、また権力の誇示として、葬祭儀礼や誇示が地元で大きな需要を生み出し、葬祭品、王家の像、あらゆる種類のモニュメントの建設に専念する産業が生まれ、生産地域に軍が駐留することによってその恩恵が確保されていた。国民の基本的ニーズを満たすという点では、食料生産は税金という形で政治機構に届き、いわゆる王室のサイロに貯蔵され、その後、非農村民に分配されることになった。特に木工や金属加工などの職人がこの分野に参入してきた。残りは河川や国際貿易に特化したセクターで、政治機構、軍隊、官僚、そしてもちろん王室が主な構成員であった。宗教に関しては、この時期、都市や宗教の中心地の地元の神々が、しばしば異なる起源を持つ神々やカルトのいわゆるシンクレティズムや同化を通して、国家的な重要性を持ち始めたのである。オシリスは、もともと仮想エジプトの都市ブシリスの神で、豊穣、商業、死後の生命に関係する恩恵的な神であったが、上層エジプトの都市アビドスの同様の性格の神と同化し、ファラオが葬られる場所となることで宗教と葬儀の中心としての権威を固めた。オシリスとホルスがセスと戦ったという神話は、おそらくこの頃から形作られ始めたと思われるが、決定的な表現はこの後である。これまで述べてきたことは、調和と協調をイメージさせるが、現時点では、上エジプト王政が主張する中央集権主義に対する下エジプトの反発と何らかの関連があると思われる内部対立の兆候を観察することが可能である。このような兆候は、アディブの治世に現れ始める。アディブはメンファ人と結婚するなど和解の兆しを見せたものの、下エジプトでの反乱に直面しなければならなかったようである。後継者のセメルジェットは、簒奪者とみなされている。この二人の王と三人目の王カーは、先代と同じく上エジプトのアビドスという都市に埋葬された。さらに、王族はオシリスの息子であるホルス神などのシンボルを使用していたため、二重冠ではなく上エジプトの白冠に関連しており、この問題は王族に含まれていない人々にとって非常に微妙な問題であった。これらのことは、王政が上エジプトに傾き、下エジプトの側が反乱を起こしたことを示す証拠である。しかし、ホテプセジェムイとネブラは下エジプトに埋葬され、その後の深刻な騒乱を防ぐことができなかった。ペリブ戦は王家の象徴からホルス神を外し、セス神に置き換えた。これはホルスとセスの戦争の神話を思わせ、後継者のカセジェムの下で勃発した内戦が、領土間の戦争ではなく、一方の神の信奉者間の戦争という宗教的性格を強く持っていることを示している。この反乱は、上エジプト王朝の古くからの宗教的中心地であるネケ都市を攻撃するまでに至り、その規模の大きさを物語っている。このことは、2体の彫像の台座に施された、敵の死体や王が上エジプトの白い王冠を被っているレリーフに示されている。一つの力を意味するジャセジェムから二つの力を意味するジャセジェムイへの改名と、ホルスの象徴への回帰は、北方の反乱軍が王政のホルスとは対照的に、セス神をその象徴としたことを表している。より多くの歴史的なビデオについては、ビデオの説明で私のチャンネルをご覧ください。次の動画エジプトのファラオの第一王朝。